やばいよこれ。でっかワニです。いやこれはやばいってマジで。ワニやばせえな。マジで。これ楽しみやな。これ近づくことも無理だと思いますよ。まあ、野生だってちょっとヤバすぎるんで、はい、まあ、今回半野生を半野生カノがやってきたのはクロコダイルパーク。およそ80匹のワニが野生とほぼ同じ半野生状態で放し飼いにされている。それ野生だよ。野生動物にどこまで近づけるのか。これ続いてはワニ。わこれはやだ。果たしてどんな着ぐるみなのか。こちらです。おお、かなりしっかりできてる。すっごい作り込んでるわ。完璧にワニじゃん。結構強度もあるんで、もしかして全然いけそうな気しますね。カゴが着るこちらの着ぐるみ、制作したのはシマウマでおなじみ西脇さん。シマウマでおなじみ。一番こだわったのはシルエットですね。パッと見ても本物のワニと見分けがつかないと思います。あと皮膚の質感やシワなどもかなりリアルにしたので、これなら絶対ワニに近づけますよ。こちらの着ぐるみ、地面に腹ばいになりほふく前進するように動かす。いいね。ワニは危険すぎるので安全を確保するため、万が一噛まれてもワニの歯がカナの頭に届かないよう頭部を通常の4倍の大きさで作成。さらに腕足部分にも防護加工を施し、万全の体制で実験に挑む。オーナーに近づく際の注意事項を伺ったところ、ワニとの接触は手で触るのではなくリーチが長い頭部で行う。急に動くと噛みつく習性があるので速い動きはしてはいけない。戻ってこられないので絶対に水に引き込まれてはいけない。この企画初めての爬虫類、果たして接触できるのか。いよいよ実験開始。お前ようやるな。ですけどめちゃめちゃでかいっすわ。うわでかっ。5メートルぐらいですね今。うわーすごい。怖いわここで。怖い怖。ゆっくりゆっくり行きましょう。ゆっくりでかいな。でかい。うわ来た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 。うわー3メートルまで来ました。恐怖と戦いながら徐々に距離を詰めていく角。およそ30分かけて間近の1メートルまで接近。うわ1メートル。怖っ。最接近最接近。すげえ迫力。すげえな。すげえ迫力だよ。近いです。来てますよ。水から来てますよ。どれでも近づけますよ。みんな1メートルぐらい。すっごい来てる。わかんなくて、見られてんのか見られてないのかよくわかんないんですよね。このアングルから見ると。うわぁ、えぐい。めちゃめちゃ怖いんですよ。左を狙いますか。もう今50センチ。カウさんチャンス。それで下げます。ついにその距離を目と鼻の先までに詰めたカノ。いや、やっちゃえやっちゃえカノ。うわ、ちょっと待って。開けた瞬間ズボッと入ってきてて怖いんだよ。食べちゃえ食べちゃえ。触りますよ。そして次の瞬間。危ない。いける。ちょっと、すげえ。噛んだでしょ今絶対。噛んだでしょ。顔丸出しやん。今のは10センチぐらいです。接触成功。いや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 。やったー。いやーちょっとどうですかね今のは。どういうことですか。先ほどの接触、一点触れているようにも見えるし腹持っているようにも見える。別の角度から見てもはっきりとは分からない。当たってるやん。触れたかどうか極めて曖昧なので、このまま接触成功にはできない。疑いの余地のない接触成功を目指し水辺にいるワニに接近するカノ。再び失敗は許されないので慎重に時間をかけてワニの様子を伺う。
ひたすらじっと待ち、30分が経過。うわあすごい最接近です。目を開けたり閉じたりしてるんでかなり眠たそうです。寝てるスキンタッチ。めっちゃ追い込まれるやん。やばい、ちょっと警戒しさせたかな。ここでカノが接触したい一心からかとんでもない行動に出る。危険を顧みず禁じられていた手で見事ワニとの接触に成功。今回は疑いの余地は全くない。触りよったな。しかしその隣にいたワニが安心して無防備になったカノに対し、やばいやばいやばい、感じでした。引き込まれた時の気持ちは。え、なんでそんな冷静なんですか。マジゆっくりゆっくり行きましょう。ゆっくり。でかいな。でかい。来た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 。3メートルまで来ました。恐怖と戦いながら徐々に距離を詰めていくカノ。およそ30分かけて間近の1メートルまで接近。うわうわうわ、1メートル1メートル。怖っ。最接近最接近。すげえ迫力。すげえな。すげえ迫力だよ。近いです。来てますよ。水から来てますよ。どれでも近づけますよ。みんな1メートルぐらい。すごい来てる。わかんなくて見られてんのか見られてないのかよくわかんないんですよね、このアングルから見ると。うわぁ、えぐい、めちゃめちゃ怖いんですよ。左を狙いますか。もう今50センチカノさんチャンス。それで下げます。ついにその距離を目と鼻の先までに詰めたカノ。いや、やっちゃえやっちゃえカノ。うわ、ちょっと待って、開けた瞬間ズボッと入ってきてる。これんだよ、食べちゃえ食べちゃえ。触りますよ。そして次の瞬間、危ない、いける。ゆっくりゆっくり行きましょう。ゆっくり。でかいな。でかい。来た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 。3メートルまで来ました。恐怖と戦いながら徐々に距離を詰めていくカノ。およそ30分かけて間近の1メートルまで接近。うわうわうわ、1メートル1メートル。怖っ。最接近最接近。すげえ迫力。すげえな。すげえ迫力だよ。近いです。来てますよ。水から来てますよ。どれでも近づけますよ。みんな1メートルぐらい。すごい来てる。わかんなくて見られてんのか見られてないのかよくわかんないんですよね、このアングルから見ると。うわぁ、えぐい、めちゃめちゃ怖いと思うんですよ。左を狙いますか。もう今50センチカノさんチャンス。それで下げます。ついにその距離を目と鼻の先までに詰めたカノ。いや、やっちゃえやっちゃえカノ。うわ、ちょっと待って、開けた瞬間ズボッと入ってきてる。これんだよ。食べちゃえ食べちゃえ。触りますよ。そして次の瞬間、危ない、いける。再び失敗は許されないので慎重に時間をかけてワニの様子を伺う。ひたすらじっと待ち、30分が経過。うわあすごい最接近です。目を開けたり閉じたりしてるんでかな
い眠たそうです。寝てるスキンタッチ、めっちゃ追い込まれるやん。やばい、ちょっと警戒しだしたか。ここでカノが接触したい一心からかとんでもない行動に出る。危険を顧みず禁じられていた手で見事ワニとの接触に成功。今回は疑いの余地は全くない。触りよったな。しかしその隣にいたワニが安心して無防備になったカノに対し、やばいやばいやばい、マジでやべえ。